第13回新型コロナウイルス対策祈祷会。聖書エフェソの信徒への手紙3章18節19節。またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。天地創造の時、神は人間を神の形に似せて作られました。神が私たち人間を神の形に似せて作られたということは、神が私たちを限りなく愛してくださっていることを示しています。しかし人間はその神を裏切り、罪を犯し、神から離れてしまう取り返しのつかない過ちを犯しました。それでも神はご自身から助けの手を差し伸べ、最愛の御子イエス・キリストを遣わし、その十字架の犠牲によって神と共に歩むことのできる道を開いてくださいました。ここに神の愛がイエス・キリストによって完全に示されました。その愛の広さ、長さ、高さ、深さは測ることのできないほど大きなものです。私たちはイエス・キリストを信じるときに罪が許され、神の民とされて、神の愛のスケールの大きさに驚きます。そしてそのスケールの大きな愛によって生きるものとされます。私たちは神の愛によって人間の常識を超えた働きをするものとして用いられます。しっかりと神に祈り、神のあふれる愛を受けて、不安の中にいる人々を愛し、仕えていきたいと思います。共に祈りましょう。新型コロナウイルス対策のための祈り。1、新型コロナウイルス流行が一刻も早く収束しますように。2、感染の拡大が懸念される東京が守られますように。3、世界中の人が心を一つにしてこの問題に取り組むことができますように。神様、私たちの近くでも新型コロナウイルスの感染が広がっております。どうぞ特に東京をお守りください。救い主キリストの御名によってお祈りします。アーメン。